ニコル・デイビスはアメリカ合衆国のバレーボール選手。アメリカ合衆国代表選手。ポジションはリベロ。デイビスは2007-08シーズンにトルコリーグ初の外国人選手としてフェネル・バフチェでプレーしチームの準優勝に貢献した。2008年の北京オリンピックでもチームの銀メダル獲得に貢献した。カリフォルニア州ストックトン出身。好きなスポーツチームは ニューヨークヤンキースで好きな映画はダーティダンシング。好きな TV 番組はグレーズ・アナトミー・コインの解剖学。デイビスは全日本から手ド連盟連部会の有段者でもある。高校はストックトンのリンカーン高校で2000年に卒業する間サンド優秀スポーツ賞を獲得した。バレーボール選手のアウトサイドヒッターとリベロで活躍し、 シニアとしてもサンウォーキングリーグに参加している。4年時のシーズンには、アタック357本、ブロック40本、サービスエース35本、リグ569本を記録し、1999年と2000年のカリフォルニア選手権優勝に大きく貢献した。デイビスは、ニケパシフィックデルタバレーバレーボールクラブでも活躍し、ジュニアオリンピックに出場した。 デイビスは南カリフォルニア大学に進学し政治学を専攻した。4年時にはリベロとして2年連続の NCWA 選手権獲得に貢献した。4年間に大学歴代6位となるディグ合計1 9 3本と1試合あたり3.09本をマークしている。デイビスは対スタンフォード大学戦3試合において 31本のディグを記録し自らが持つ大学記録を更新している。12月13日の NCWA 地域選手権決勝でも31本のディグをマークしている。2003年夏にはレイクプラシッドで行われたアメリカ B 代表の合宿に参加している。2014、2012、2011、2010、2008、2007、2006、2005。ありがとうございます。